形式的にはですね、維新の党が解散して民主党に合流することになります。一方民主党は、今の党名も変更することも含めて民主党は残るんだけれども、新しい党を作るという形になります。で、まあ、3月中には両党とも結党大会をしたいというふうに言っております。まあ、基本的にはですね、夏に参院選がありますので、今のままの民主党維新の党では、まあ、なかなかその自民党に勝つという展望が見出せないんですね。だからここで2つの、まあ、野党第1党と第2党が一緒になって、まあ、なんていうか新しいイメージを打ち出して、参院選で新しいものを打ち出していこうと、そういうためにやったというふうに考えていただければいいと思います。参院選に向けてということなので、まあ、半年ぐらい前から動きが出てきて、まあ、統一会派を作るという動きが今年になってはっきりしたので、まあ、ずっとやったんですけど、やっぱりなかなか一つの党が一緒になるっていうのは難しい問題 で、これまで時間がかかったということになります。はい。まあ、参院選ではですね、まあ、野党がどれだけ一緒になって、まあ、自民党、まあ、与党と戦えるかということが、まあ、どうしても焦点になってくる。まあ、民と維新、今日は民主と維新の合流ということですけれども、まあ、共産党もまあこういう野党の共闘に非常に前向きですので、まあ、共産党あるいは生活、社民、民主、維新という、まあ、この5党がまとまって参院選で、まあ、与党と対立軸を作っていけるかというようなことが今後の焦点になっていくと思います。はい。